アレンジこれも古いんです。こうシャキーンってビクトリーのウィーン獣さんに教えてもらったんです。前回久しぶりに J チームして、はい、でこうやってやるんだ今はって教えてもらったんで、はい、隊長なのに知らないんですか。ごめんなさい、それ嘘です。嘘完全嘘。嘘かなと思ったんですけど、一応 J チームはい、ということで、はい、ありがとうございました。 J チームでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。源でございます。奈良瀬でございます。意外とあれですよね、はい、初めての組み合わせじゃないですか。初めてですね、源さんと一緒に2人っきりっていうのは。そうなんですよ、なんか3人ぐらいではね、うん、何人かいつも間にね、そう誰かね、わけのわからん子が入ってそうっていうことはあったんですけど、邪魔が入ったんです。今日はいないってことで2人、そう2人っきりってことがなんでちょっと笑ったんですか、似たりたってなった2人っきりのところ。いや、だってこれ見たらちょっと笑ってしまいません。これ何が違います？おかしいですか。あ、まつげですか。私ね、まつげ今日下向いてうつ伏せに寝てたから、ちょっとね、あちらこちら向いてるときですか。あちらこちら。それじゃなくて。それじゃない。髪の毛、おかしい。おかしくはないでしょ。おかしい。クレオパトラですよ。え、よくないですか。クレオパトラ静かですよ。ちょっとイメージチェンジ。とりあえず、この番組知ってます。まあ、何回か出てもね。出てます。今日で、JTV 4回か5回目ぐらいです。そうですね。うん、で、今日潜入するホールさんは、今回お邪魔するホールさんはですね、兵庫県にあります六本木メトロさんです。イエーイ。僕は初めましてですね。初めましてのホールさんですね。はい。だからで、まあ初潜入ということで、気合い入れて頑張ります。攻略していかないとダメなんですけども。はい、今から抽選ですよね。そうですね。今から抽選臨んで、はい、やつ実践していくわけなんですけども、一応パチンコパチスロ両方あるんで。はい。どういう感じで立ち回っていこうかなと思うんですけど、私はやっぱりスロットが打ちたいなと。なるほど。思います。キングドッグやから関係ないけども一応じゃあパチスローで、はい、そういきたいと思います。僕は、パチンコの方ね、はいはい、やって二手に分かれて、はいはい、いつも通り J チームの共闘手段で OK です。攻略していくと、とりあえず勝ちましょうね。勝ちます。でも今日体調と一緒なんだ、すごい心強いなと思ってもう前回とか、まあ、その前とかちょっとあれかなと思ったんです。今回は体調がいるんで絶対まあいけるんだろうなっていう。それ徐々に対して失礼やろ。いやそういうわけじゃないですよ。はい、とりあえず気合い入れて頑張って、はい、いきましょう。デチこれですか。デチよ。デチよ。むしろ古いやろ。デチよ。ジェレン。ジェレン。デチよ。デクジ生まれからね。え、負けちゃうんだ。一緒に開けようと思ったのに。なるほど。でもこれ、ね、取ったらこうだったんですよ、私。すごくないですか。ジェチームってジェチーム。ギアさん、そこで開けようとかで開け出したから、えってなっちゃった。一緒に開けないんだと思う。ね。ごめんなさい、結構人の動き見てないもん。体調全然見てくれなかった。もう自分が良ければそれでいいになってました。統率力ゼロ。やめてもらえますか、そういうの。あ、そうですね。言っちゃダメ。秘密。カットしててくださいね。あの、体調としてのあれが、威厳がなくなってしまうんで。みんなのジャグラーを1回転です。ガクジェク、うん、本当に言ってんのかな隊長。よし、おはようございます。いくっしょ。1回見よう。もう一台迷ってる。あ、あった。檻の城でもいいかな。悪くない、ついてる。檻の城にします。はい、それではですね、鬼の城にて実戦を行いと思います。バラエティフロアに1台しかなかったんですけど、最初で戦国乙女を取ったんですが、鬼の城が最近面白くて打ってますので、鬼の城でいきたいと思います。まず設定変更してる場合の、初当たり、初めての初当たりが1000を超えると設定4から4以上がになるので、朝1設定変更してて1000ゲームを超えた場合はもう設定4以上高設定が期待できるってなってるので、まあそんなんがあったらラッキーかなみたいな。1台しかないので、多分毎日誰かしらね回してる履歴にはなってたの で結構回ってるんで、バラエティ大事にしてるホールさんならまあ入っててもおかしくないかなと。で、今日がね3連休の真ん中なんですよね。だからまあまあメインキスにもそうですが、バラエティに1台2台とかあってもおかしくないのではないかなと思って。
発明。朝一のチャンスですね。姿勢の人、あー、これは全然期待できない。何もほとんどチャンスアップなかったし、色もね、あんま良くなかったんで、青のままですからね。こっちよ、決めて。あ、いいよ、いいよ。全然勝てる様子なかったんだけど、早い70ゲームで早速7揃いの権利をいただきました。さあ何回、この後ですね。危ないよ。ナイまあこんなもんでございましょう。はい、というわけで台の囲いでいたしました。選んだ台こちら、デジハネ CR ルーキーズ新台でございます。はい、こちらの方を打っていきたいと思います。頑張ります。新台のルーキーズスペックがね2つありまして、まあ、ミドルと、デジハネの方とありまして、これデジハネの方なんですけども、どちらも格変継続率が、まあ、70% を超えるというところで、まあ、ツボにはまったら結構、爆発力もあるというスペックになっております。さらに原作の方がね、皆さんご存知ルーキーズということでね、まあ、僕もドラマをね、何の白装見てまして、ああいう青春ドラマにめっぽう弱くてですね、大好きやったんで、それで導入を心待ちにしてたんですよ。なので今日はこの技術で夢にときめいて頑張っていきたいと思います。はい、何の夢なんやろか分からへんけど、勝利という夢に向かって頑張っていきたいと思います。こんなんでどうでしょう、こんなんでどうでしょう、もっと熱苦しくいかなかったのかな、やっぱ熱苦しく。川藤さんっぽくこう熱血感にいかがですかね。
お、人気工学クライシス用具ですね。こちらも先読みのエースとなってまして、はい、赤まで行けば4大エースになるんで大チャンスです。だからロゴ揺れか、まあデリハネなんでほんまにいつ当たるかわかんないですからね。お、ロゴ緑まで来ましたよ。さあ発展しました。でここで焼くものが閉じればチャンス。はい、ヤツらの目指すもの、それを見せてやるのが私の夢ですから。なんと充実した3年間だけ。なるほど、ジャクリーチ系ですね。まあ、発展に行きたいですね。ダメですか。お、ちょっとチャンス。なるほど、15みたいな。チェリー。お、意外に来ない。あ、ストーリーが展開されてますよ。熱い男なんですよ、川藤さん。知ってますか、皆さん。この野球なんてっていうね、いう部員たちをこう熱血でこうね、こういう感じで手繰り寄せていくと。ほんまはもっとかっこいいっすよ。これやろうみたいな。早くあれが聞きたいですね、ストーリーリーチね。ストーリーリーチになったらね、本気はあの奇跡が、名曲が、奇跡が流れますからね。まあ結構それ流れても結構外れるんですけどね。おっと、ギリりましたね。そう、道を切り開くのは自信と勇気だ。あ、それきらめけ、夢にときめけ。もう終わってるけど、いや、これ今日もろたな、これ、これもろたね、これ。夕発でこんだけの台やったらかなり勝率高いと思いますけどね。お姉さんがね、朝すごいかっこいいこと言ってくれて、まあ乗り打ちとかじゃないので、最悪ほんまに苦しかったら俺出玉ちゃんと出しとくから、いつでも声かけてきてって、なんかあったらなって言ってくれたんですよ、朝。組のね、番組作りとかもすごく考えてらっしゃる方なので。やつはどうなんやろね。ちょっと俺はもういけそうなんで、ちょっと様子見たりましょうか。ちょっとね、初の組み合わせなんで、やっぱ隊長が見に行ってあげらんとね。継続してくれるかな。たっぷり楽しませてくれ。ダメだ。大したことないのね。
方ね。当たってるじゃないですか。あ、びっくりした。ゲンさん。いや、ゲンさんにばっかり任してたらあれだなと思って、新米なんで、まだ新米なんで、ちゃんと隊長の前でいいとこ見せないとなと思って、70ゲームで当たって120ゲーム今さ、今終わったとこです。あ、あれは何、あの、学校チェックしてくれたか。学校チェック、学校チェックしようと思ったんですけど、全部あの7つカラーで全部揃ってたんで、学校チェックできないじゃないですか。どうしたらいいのこれ。アキラどうしたらいいの。何がですか。これルーキーじゃなかったらどないしたらいいの。ルーキーね、ジャグラーをあなたにチェック任せたわけやから。めっちゃ攻めるじゃないですか。めっちゃ人任せにしてめっちゃ攻めるじゃないですか。俺のお金がかかってるから。俺のお金がかかってる。そんな丈夫なんですか、隊長って。大丈夫かな、なんか意外に大丈夫かなと思っちゃった。さあ、1000ゲームでございます。もうそろそろ心が折れそうでございます。これで戸塚港は小当たり、小は潜伏、離されます。全国制覇。